安岡です。安岡には橋本。さあ安岡のスリーポイント決まります。中山、安岡です。連発となるか。バスケットカウントワンスロー、安岡です。ないんですよね。そうですね、まあ、この積極性が生んだ得点ですよね。はい、彼の良さが出た点にしたいですよね。やはりこの3番ポジションにアイラ・ブラウンがいるというのはこのミスマッチが作れるということですよね。はい、そして野本がこれうまくマークを外して、さあ細谷もトップの位置からウィリアムス2か中に入っていってワンフェイクを入れてバスケットカウントワンスローです。ではじゃあ外のシューターが2人今揃っている状態、伊藤です。ピックアンドロールの形、ダンク。前田ヘッドコーチしていると想像されますか。今の指示を聞く限りだとオフェンス面に関してですかね。アタックというか。さあ安岡遠い位置だが決まる。超ロングレンジのスリーポイントです。3本目ですね。いいスリーポイントでした。このシュート、これを決められると大阪は止められるか。伊藤から野本へ、野本が打ってきた、決まります。スリーポイント、日本人ビッグマンの野本にスリーポイントが出ました。あの1クォーター終わりの細谷選手と同じようなシチュエーションですね。はい、得られたディフェンスでした。さあ安岡、ゴーダがついていますけれども、アリウープパスからコールビーのダンク。ここは安岡うまくペットバックのダンクを決めました。コールビー、すごいプレーが出ましたね。すごいプレーが出ましたですよね。そうですね、最後までリバウンドを置いて自分で回収しました。アビエル・カーターにポストアップ、外に振ってジャスティン・キーナン、フリースリーポイントは決まります。いや、よく見ていましたね、カーター選手。アイラ・ブラウンがキーナンについています。ショットクロック残り3秒ですが、バスケットカウントワンスローになります。ブラウン選手が少し遅れてしまったんですよね。はい、しかしヘンドリックスとの接触があってもこのように決めてくるティーナン。アイラブラウンとのマッチアップ、フェイダウェイのシュートが決まります。うまいですね。このトップのエリアは彼、はい、得点率高いですからね。昨日もさあハビエル・カーター、あーここはうまいパスを見せました。視野の広さですかね。そうですね、いいパスでしたね。ここはカーターつなぎました。しかしショットクロックは残り2秒、しかしこれを決めてきました。いや、難しいシュートでしたけどね。はい、ショットクロックもギリギリのところで、ガードの選手がああいったアタック、はい、プレーを作る展開多いですよね。さあオマラへのパスを読んでいました。スティールになる。3対2の状況、古川スリーポイントは決まります。さあ秋田ボールです。第2クォーター前半も残り2分を切っています。このスリーポイント決まります。終えました、細谷ですよね。さあ今のシーンですけれども、しっかりとこのキーナのスクリーンを生かしてスリーポイント。には橋本ついています。ミスマッチですが、ここはダブルチームで行く大阪。古川が受け取ってスリーポイントは決まります。古川です。ショットクロック残り5秒、キーナンフリー、スリーポイントは